昭和11年を生きた青年の日常がわかる貴重なスレを紹介します。昭和11年の2期出てたから1日ずつ乗っける。前回に引き続き、今回の動画では後半の7月1日から12月31日までの厳選した日記と、最後には一期が達筆で簡単には読むことができなかった日記を翻訳しようと思い立った理由が明らかになります。無事に大学に合格したもののあまり勉強にはついていけていない模様の20歳の医学生の青年。昭和11年の残り半年の生活はどのようなものだったのでしょうか。最後までお楽しみください。7月括弧水1日、天気、雨、温度、気象7、終章10。今日の試験は英語であった。応用問題なしで3題出たので等が外れた。応用出た方が良かった。勉強不足でか減って出ないで余計に不守備であった。帰宅後科学を見たがわからない。ノートを見ただけではトントダメだ。1日で全部ノートを読めない。7月括弧金3日、天気、曇りのち晴れ、温度、気象5.40、終章10。物理の問題4問の中第1問のジュール、ワットの定義は少しもわからなかったので0。他の3問はどうにかこうにかかけたつもりだが100分の60位のもんだらう。それより明日の科学には困る。点で何がなんだかちっともわからない。問題の見当もつかない。もっとも初めての試験だから見当のつくはずはないが。7月括弧度4日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10.30。科学の試験は点でお話にならないほどだった。変な問題だったので十分できたものは少ないようだった。ゼロに近いものがだいぶあるだらうと思う。自分もその口だ。もうあと2科目の試験である数学は多分普通にできるつもりであるが読文には困る。今までに科学と英語が一番悪かったらうと思われる。お前は何にもやってないからだろ。7月括弧日5日、天気、薄曇り、温度、気象6.30、終章10。今日1日かかって数学のノートを一通り読んだ。思ったより難しい。もっと簡単かと思っていたが一寸等が外れた。1日中他に何もできなかった。昼寝の予定だったがこれもできなかった。一日中家ばかりにいると何も面白いことはない。全く嫌になってしまう。ダメだこいつ。当てが外れたって、今まで当たったことあんのかこれ。7月括弧か7日、天気、曇り、温度、気象6.30、終章10。一日中曇ったあまり暑くない日であった。予定のドイツ語半分はとてもできなかった。一日中なんとはなしにブラブラとゴロ寝で終わってしまった。夜になってやっと気がついてドイツを始めたようなことだ。とても明日一日で一通り終了しさうにない。しかしどうにかして終わらねばならない。なんといっても試験は1科目だが1科目が運と成績に関係してくるかもしれない。7月括弧水曜日、天気、雨曇り、温度、気象6、終章10。明日いよいよ最後の試験ドイツ文法であるが今日予定の最後までやることはできなんだ。雨降りでほとんど家の中にばかりいたが雑誌を見たりしている中に日が暮れてしまった。夜になって同志と判例だけ見合うと思っていたがどうやらこれもダメらしい。一寸感が減ると優しいようで一寸もわかっていない。今からやったとてなんともならない。自分はなんてダメなやつなんだ。7月括弧木9日、天気、曇り小雨、温度、気象5.30、終章10。今日のドイツ語の試験は3分の1ほどしかできなかった。形容詞の語尾変化だけかけただけで動詞旧作文はほとんどダメであった。午後4時頃まで卓球練習をしていた。10時頃からだからこんなに長く遊んだのは初めてだ。明日もまた多分行くことになるだらう。天気が悪ければどうなるか。もう読んでるこっちも笑うしかねえよ。7月括弧度11日、天気、晴れ曇り、温度、気象6、終章10.30。今日も午前9時半頃に学校へ行って卓球の練習をやってきた。午前中で帰るつもりでいたのがつい1時過ぎまでいることになってしまった。休み10毎日練習ができたと思うけれどもとてもできさうにない。もう2、3日練習して1日京都をぶら散歩して帰らうかとも思っているがどうなるか。7月括弧日12日、天気、晴れ薄曇り、温度、気象6、終章10。今日は完全に午前中で卓球の練習はやめて午後1時前に帰宅した。明日と明後日2日は練習を休むことにしたから、天気が良ければ京都のどこかを少し見物したいと思う。明朝卓球部選手が岐阜名古屋へ出発するはずであるから一緒に帰りたいと思っているがとても行けない。こいつもしかして将来卓球選手になるんじゃね。7月括弧月13日、天気、雨のち晴れ、温度、気象6、終章10。朝の中は雨が降っていたが10時頃より晴れてきた。午後は上天気となったのでどこかへ出かけ合うと思っていたがついでそびれてしまってダメとなった。夜こそと思っていたがこれもダメだった。一日中家でブラブラしていただけである。こちらにいる中に生物の課題を大体やってしまうつもりである。7月括弧下14日、天気、晴れ、温度、気象6.30、終章10。今日午前中には毛上げのインクラインおよび日向大神宮へ行って散歩してきた。山は涼しいけれども雪帰りが暑いから結局元々になってしまう。午後は歩くのも暑くてダメだから競歩へ行って映画鑑賞をしてきた。朝9時頃から午後4時過ぎまで外にいたから足も頭も大変疲れた。明日は学校へ行くはずになっているがどうか雨が降らなければいいが。7月括弧水15日、天気、晴れ、温度、気象6.30、終章10.30。
午前中学校で卓球練習をやるはずで田中辰巳、りょうくんが9時頃に来るかと思って待っていたのに来なかった。4年の井上さんと少しの間練習したがなんだか気まずいので帰ってきた。午後定大へ行ってこようかと思っていたがつい行かれなかった。家谷がいると言うのでその本人を探したが結局わからなかった。明日は定大へ行くつもりだ。多分明後日高専大会があるはずだ。一は何歳で何をしてる人なのか気になる。彼と同い年とだけ言っておく。ここまで一致の情報は何一つとしてありませんでしたが、20歳ということが判明しました。7月括弧目16日、天気、晴れ、温度、気象7、終章12。午前中学校へ行って卓球練習をしてきた。夜祇園祭りであったので出かけたが人並みばかりで何が何だかわからなかった。7時頃から10時過ぎまでゾロゾロと人に押されて歩いていた。こんなことなら家でゆっくりと寝ていた方が良かったくらいである。7月括弧近17日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今朝は辰巳くんとの約束で京都駅に9時までに行って待ち合わせて京大学生集会所へ行って卓球大会を見学に行ってきた。あまり暑かったので午後2時頃に競歩へ行って2人で鑑賞をしてきた。帰りに丸物に寄って一休みしてきた。6時過ぎになってやっと帰ってきた。今夜も祇園祭りがあるのだけれども昨日でコリゴリしたからやめにした。7月括弧度18日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今日は衛生掃除日であるので朝早くから家中総掛かりで畳み上げたりとても大掛かりであった。僕も朝の中6時半から8時過ぎ頃まで参加したが、約束があったのでまだ終わっていなかったけれどもやめて出かけた。京都駅で辰巳くんを待ち合わせて一緒に京大へ行った。ちょうど始まる前に行って6時半頃までいた。今日は個人戦で石原くんと梅原くんの2人だけであった。他は全部昨日帰ったとのこと。石原くんは準々決勝まで行かれた。米印衛生清掃日、戦前は伝染病防毒のため定期的に家屋や庭の清掃をする日があった。7月括弧下21日、天気、晴れ、温度、気象6、床10。今日は8時半発の快速で大阪に行ったが昼頃になったらとても暑くて嫌になってしまった。だから外を歩くのもダメだったので百貨店を歩いてみたりしただけのものである。明日も行かうかと思ったが行っても甲子園へ海水浴に行けば行くだけのことであるから、もうやめることにした。外出はとても辛い、早く家へ帰った方がいい。そのうち引きこもりにでもなりそうな勢いだな。7月上旬から夏休みに入ってたのか。7月括弧末22日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今日はまたもや上天気、とても大阪へなどは出かけられない。一日中家の中にいたが暑いので何もできずほと困ってしまった。こんなことをしてこちらにいても何にもならないから明日にでも帰ろうと思っている。なるべくなら午前中かあるいは夜の中に行きたい。昼間はとても暑いから嫌だ。7月括弧目23日、天気、曇り小雨、温度、気象 5.40、終章11。昨夜から少し風が吹き出して今日は一日心よい風が吹いていたが、10時頃より雨が少し降り出し午後止んでいたが夜また降り出した。こんな涼しい日でなくては旅は辛いと思ったので急いで帰ることにした。京都駅発午前8時50分頃ので岐阜へ11時半前に着いた。このまま家へ帰らうかと思っていたがおばさんところへ来て泊まることにした。7月括弧日26日、天気、晴れ、温度、気象7、終章10。家に帰っても夜中暑くてよく眠られない、生まれた赤ん坊がやかましいのでますますだ。風のない日で一日中涼しいと思うようなところはない。昼寝も十分できない。午後今年初めて水泳をした。約半時間余りの間。夕方、山くんに神社で会った。休暇中の宿題をやらねばならない。どうせやらないんだろ。7月括弧月27日。天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章 9.30。今日も一日平凡に終わってしまった。生物の宿題をやらねばと思っているが、何らやっていいのか点で見当がつかない。参考書読んでもちっともまとまりがつかないから全く困る。昼寝も十分できず一日を家ばかりで終わってしまった。夕方水泳に一度行った。毎日一度は行かねば気が済まないような気がする。何も面白いことはない。7月括弧下28日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章10。相変わらずブラブラで一日を終わってしまった。今日は水泳を一度もせずだ。朝の中に少し勉強をと思っていても一寸もできない。少し予習でもしておかないと2学期が始まってから、困難になる。一日中暑いのと眠いので何もできない。卓球から水泳へ。こいつ、本当に卒業できるのか。7月括弧末29日、天気、晴れ、温度、気象 6.10、終章10。午前中に英語の予習を1ページだけやった。約3時間ほどかかった。田原のおばさんがみっちゃんを連れてこられて夕方遅く帰って行かれた。中島が京都にいるなんてちっとも知らなかった。今度行ったら訪ねて行ってやろう。先日初中見舞いをかかうと用意をしておいてつい忘れてしまっていた。7月括弧近31日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今日は水泳を一度した。昼寝が一日中の一番の仕事になってしまっている。朝の中に英語の単語を1ページ引くだけである。生物の宿題はどうしていいかとんとわからないので手がつけられぬ。朝ジーコと父さんが岐阜へ行って未だ帰ってこない。明日になるだろう。
8月1日、天気、晴れ薄曇り、温度、気象7、終章10。水泳に行かず、久しぶりで誤水もしなかった。午前中は家にいて午後は神社へ行っていた。5に父さんだけは岐阜から帰ってきたが、ていこはいまだ遊んでいるのか来ない。今夜は M 町の祭りであるので行かうかと思っていたがやめにした。8月2日、天気、雨時々曇り、温度、気象 8.30、終章9。早朝から雨が少し降り始めて降ったり止んだりであったが、午後4時過ぎに相当ひどい夕立雨が来た。雷も相当大きかった。午前中は英語1ページにかかってしまった。午後は新聞、維持雑誌などと過ごしてしまった。夕方までにはティーコが帰ってくるだろうと思っていたが来なかった。退屈な夏休みの一行日記モード。8月括弧月3日、天気、曇り、温度、気象 6.40、終章10。今日も水泳は中止、曇っているし増水しているのでいかにも冷たさうである。英語1ページやっただけで何もやらなかった。読文と生物をやるつもりでいてもつい忘れがちになってしまう。1ヶ月も前に岐阜を出た古雑誌が今日やっと家まで来た。自動車で来たのが玉木で行き先がわからなく止まっていたのである。やる気なさすぎはロタ。生物そんな難しい内容なのかな。8月括弧水5日、天気、曇り時々晴れ、温度、気象 7.30、終章10。今日は水泳に2度行った。午後2時から6時過ぎまでほとんど川ばかりにいた。河原にいるとき水平の周囲の者が自分を訪ねたサウダがトンと誰だかわからない。入り口屋で聞いて時期自動車で行ってしまったサウダ。心当たりはない。夜になって雨が降り始めた。こんなに早く来るとは思わなかった。まさか君が会いに来て一度一緒に水泳をした。もしや調整フラグ。8月括弧金なのか、天気、曇り夕立、温度、気象7、終章10。今日早朝墓掃除に行くつもりであったが昨夜雨が降ったので梅雨があるからと思って遅くまで眠っていた。7時頃起きて7時半に出かけたが半分終わらない中に雨が降り始めたがそのまま続けた。ロウと姉さんは半分済まして帰った。父さんと二人で後の半分をやった。ちょうど2時間かかってしまった。今日も何も勉強の方はしなかった。明日は生物の課題をなんとか考えるつもりである。姉さんっていいな、実施。彼から見て分家の奥さんらしい。8月括弧土曜日、天気、晴れ、温度、気象8、終章10。今日早く起きて七夕流しに行くつもりだったけれど、やめてまた眠ってしまったので起きて出たのはちょうど8時頃であった。午前中一寸声楽を読んだだけで何もしなかった。午後は水泳と神社付近の散歩で過ごしてしまった。約2時間余り水泳していた。近頃だいぶ黒くなってきた。明日はするつもりである矢印できなかった。もはや定番の流れですね。8月括弧日9日、天気、曇り雨、温度、気象 7.30、終章9。今日はほとんど一日中社務所にいた。生物を少し書くつもりでいたが点で手もつけなかった。社務所へ持って行って持ち帰っただけである。雨が降るので水泳はもうやめた。オリンピック陸上で田島選手が走り幅跳び括弧3と三段跳び括弧1で日の丸を2度上げた。原田が走り幅括弧2であった。西田が棒高で2、三等等週末決。夜になって雨は止んでいる。久々に身の回り以外のニュースを話題にしたな。当時の状況を当時の人目線で聞けるのは貴重ですね。8月括弧月10日、天気、曇りのち雨、温度、気象7、終章9。今日も一日中ほとんど社務所にいた。午後社務所で昼寝をした。朝一寸黒田公爵が寄られたが拝殿の方へも上がらずに帰っていかれた。明日また来られるとのことである。今日も生物は一行も書かずに終わってしまった。黒田公爵、黒田長道のこと、鳥類学者で筑前藩主の黒田家嫡流。どんだけ生物嫌いなんだよ。2ちゃんあったら、安価で生物の課題やるとか立てちゃうんだろうな。8月括弧水12日、天気、晴れ、温度、気象8、終章10。今日は午前中社務所にいたが午後は家ばかりにいた。うなぎ先をやったがちっともうまくいかない。それでも約16、7本は咲いた。夕方までに墓参りの平地区を切ってくるつもりでいたがつい忘れてしまった。水泳一度もせず、夜荒野へ一寸行ってレコードを聞いてきた。できなかったことを毎日記録するってすごいよな。しかもそれを何十年も経った頃にさらされるとか。8月括弧木13日、天気、晴れのち夕立、温度、気象8、終章10。午前中あまり眠かったので午水をしたので家ばかりで外へは出なかった。午後一度水泳に行ったが雨が降ってきそうだったので平地区を切りに行った。ちょうど切ってしまったところでポツリポツリと降り始めたと思った瞬間、ゴーとものすごい夕立が暴風のごとく急にやってきたのでびっくりしてしまった。ローを連れているので走るに走れず頭からびしょ濡れになってしまった。8月括弧日16日、天気、温度、気象、終章。夜1時頃までは山添と一緒にいたが別れてからは、くたびれたので川へ行って橋の下で1時間足らず休んでいたが、少し寒いほどだったので早々切り上げて踊り場付近へ戻って店先の縁台で約1時間足らず眠った。だから昨夜はほとんど徹夜であった。朝5時頃踊り場を出て1番の5時54分発の汽車にて帰った。昼間はほとんど眠ったり起きたりで一度神社付近へ散歩に行った。この日の日記はこれまで欠かさず書いていた天気や温度、気象時間が書かれていませんでしたね。8月括弧月17日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章10。
今日は朝早く起きたが論文の方は一向に進まず、どうにかこうにか序論とでもいくのか、ほんの1ページほど抜きがちした。それだけに午前中かかってしまった。午後うなぎ咲きをやってからは5時頃まで午睡をしてしまった。この頃はなんら眠っても十分だとは思われないほど眠い。もう夏休暇も20日ほどになったが、今までに少しも勉強してない。全く遊んでしまった。8月かっこ水19日、天気、晴れ、温度、気象 7.30、終章11。昨夜中に患者のために呼び起こされたので目が覚めてなかなか眠られなかったので朝つい遅くなってしまった。午後も午睡をした。午前中かかってやっと論文の単位だけを抜き書きをしてけれども、まだこれから清書しなければならぬ。これが1日ではとてもできそうにない。好きな仕事なら半日でもできるけれど、いやいややることだからダメだ。水泳に一度言った。見ててすがすがしいほどに開き直ってるな。8月かっこ木20日、天気、晴れ、温度、気象 7.30、終章9。朝遅くまで寝ていたが、それでも午前中かかって論文を2枚余り、どうにかこうにか書いた。全部書くと多分4枚ほどになるだろうと思う。論文といってもただの参考書の抜き書きで論文にはなってもいない。しかしそれより他に仕方がないから仕方がない。午後は伝統が来ていたので荒野へ行って、甲子園の全国優勝野球大会かっこ中等の優勝戦、偽証太平安中学の試合を聞きに行った。結局偽証が9対1でもって優勝した。電話のアースを5尺も掘って埋めるなんて思いもよらなかった。8月かっこど22日、天気、晴れ、温度、気象 7.30、終章9。昨夜中天井裏はネズミの大運動会でとてもやかましくて眠られなかった。下で音を立てるとヤムがすぐにまた始めるので全く困った。だから今夜は天井裏へ電灯の先を入れるようにしておいたから多分大丈夫だろうと思うが、午前中にやっと論文を作成してしまった。一寸もまとまりがついていないが仕方がない。8月かっこ日23日、天気、曇り雨、温度、気象 6.30、終章 9.30。今日頼まれて社務所の番をしていた。午後4時頃 K 様が H から帰って来られて、もう用はなくなったが夕方までいた。少し眠っていたがために、社務所で独語を少し復習をするつもりであったが、どうも思うようにできなかった。一人きりであったが、新聞やサンデーを読む中に終わった。 K 様、神社の神主、当時の役職で言えば社主、平成の世まで生きた化け物。8月かっこか25日、天気、晴れのち夕立、温度、気象 6.30、終章10。午後3時頃までは上天気でとても暑い日であったが、夕立が来てから引き続き降って、夕方5時頃まで降っていた。後また天気は良くなってきた。今日は社務所に1日中いた。いよいよ夏休みもあと15日ばかりになってしまった。この休みはほとんど何もせずに過ごしてしまった。8月かっこ末26日、天気、曇りのち雨、温度、気象 8.30、終章9。昨夜はあまりよく眠られなかったので今朝は遅くまで寝ていた。がしかし夜が明けてからはほとんど眠っていないだろう。午前中に2回で1時間ほど午睡した。午後はお宮で遊んでいたが、雨が降り出したので、イサム君やケイシゲ君と社務所で夕方まで話していた。夜になって引き続き雨が降っているが、台風はどうやら内地へ来ないらしい。8月かっこ木27日、天気、雨とき晴れ、温度、気象8、終章 9.30。昨夜中に栄老がぐずってやかましかったのでよく眠られなかったから、今朝はまたもや遅くまで寝てしまった。午前中に電話の機械を取り付けていった。もう工事は終わったわけだ。午後2時頃から神社にいた。夕立5時頃のものすごい夕立雨の時拝殿にいたが、雷の大きなのにびっくりした。夜になって雷雨があり、今も引き続き降っている。雷もあり、 PM0、停電中。8月かっこ金28日、天気、曇り、温度、気象8、終章10。相変わらず朝起きるのが遅い。あまりたびたびでだんだん癖になってきたらしい。今日久しぶりで水泳に行った。昨日の雨で増水しているが、一寸も寒いと思わないほど暑い日であった。毎日神社でブラブラしている中に1日が終わってしまう。いよいよ休暇もなくなった。学校行きたくない感がひしひしと伝わってくるな。8月かっこ末26日、天気、曇りのち雨、温度、気象 8.30、終章9。8月27日から29日、空欄。書くことがなかったのでしょうか？それとも書く記憶が起きなかったのか？ここまで続いていた連続日記記録は途絶えました。ワロス、逆にこんないい加減なのに今までよく欠かさず書いてたわ。何もなくても毎日書いててすごいと思ってたのに。8月かっこ日30日、天気、晴れのち夕立、温度、気象7、終章9。午前中読文法を少し読みかけたが一向に進まなかった。午前中に電話の試験に来たり、また水泳に1時間行ったりしていたからである。午後は3時過ぎから夕立雨が降ってきたから家にいて何もしなかった。近頃は何をしても一向に面白いことはない。そうかと思っても学校へは行きたくないような気がある。8月かっこ月31日、天気、晴れ、温度、気象 9.30、終章11。午前中は家に、午後は外に、午後水泳に2時間ほど行ってきた。久しぶりの夕立のないいい天気であった。よく晴れた十五夜の月の出たいい晩であった。夜11時頃まで皆が起きていた。ジーコの具合が気になる。見た目は悪くないし元気なのだが。9月かっこか1日、天気、晴れのち曇り、温度、気象 7.30、終章9。
朝神社へ参拝に行かうと思っていたが太鼓の音を聞いても起きられずしまいに行かなかった。午前中は2階でゴロゴロしていた、午後水泳に一度行った。しかし今日から中学も始まるので連れがないから面白くなかった。夕方早く一度夕立ち雨が来かけて夕立ち消えになってしまった。今日 GA 行くはずだったが行かなかったから明日行かねばならぬだらう。9月括弧目3日、天気、晴れ、温度、気象 7.20、終焦10。昨夜はなんだかよく眠られぬ晩であった、が割合に早く起きてしまった。その上今日は1日中午睡を少しもしなかった。もう2、3日の中に学校の方へ行くつもりであるが一向に出発の用意がはかどらない。同様に勉強の方もお留守になっている。12日にあるドイツ語の試験がまだ一通りも見てない始末である。夜スズムシを6匹取った。いつもの調子が戻ってきたな。9月括弧ドイツ科、天気、晴れ時々曇り、温度、気象8、終焦10。昼間は家にいたり神社にいたりである、水泳に行く機会がなかった。明日学校へ行くために京都出発する予定であるが、やはり荷物が多くなってとても厄介だ。夕方はワイのブドウ畑へ行って少しもらって食った。夜スズムシを5匹取った。ワイ、地元の有力者の家。9月括弧月7日、天気、晴れ、温度、気象7、終焦10。今朝早く岐阜を立つつもりであったが昼食を済まして出かけるがいいと言われて、11時半過ぎ岐阜駅発して京都駅着1時半過ぎので来た。ちょうど暑い盛りだったので外を歩くのに全く困った。トランクが重すぎる。夕食と一杯ご馳走になった。こちらの気候も大して変わっていない。夜になって風が一寸もないのには参る。9月括弧火曜日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終焦 9.30。午前中に駅と大丸へ行ってきた。学校へ行ってこようかと思ったが明日にすることにしてやめた。郵便局へ行って金を先に出しておいた方がいいと思ったが、預け入れ局でないと30円以上は出せないからと思ってやめにした。明日高槻局へ少なく入れれば同じことになるから、一日中とても暑かった。9月括弧木10日、天気、晴れ薄曇り、温度、気象6、終焦10。朝7時半頃に家を出て七条局で小包をちいちゃん宛てに送っておいた。その足で高槻まで行ってきた。高槻駅で奥村くんと会ったが時間がなかったのであまり話さなかった。今日中にあさってのドイツ語の試験の勉強を一通りしておくつもりで午後全部遊んでしまったので、夜ほんの少ししただけで何もしなかった。明日一日だ。9月括弧金11日、天気、晴れ、温度、気象6、終焦 10.30。今日から第2学期授業開始のはずであるが、明日ドイツ語の試験があるので今日は休みであるので一日中家にいた。しかし予定のドイツ語は全部できなかった。とても眠くてしようがないが眠らうとすると一寸も眠れず夜になると眠くなってくるから全く困ってしまう。明日は朝8時までに学校へ行かねばならぬからうっかりしていれない。あるあるすぎる。予想通りの夏休みだったな。9月括弧日13日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終焦 9.30。今日はどこかへ出かけようかと思っていたが、結局金がかかるだけでその上疲れるだけだからやめにして一日中家の中ばかりにいた。今日は割合に風があり昨日あたりより一気と涼しい日であった。明日からいよいよ第二学期授業開始だ。うかりしてはいられない。一学期の成績を盛り返さねばならない。9月括弧月14日、天気、晴れ薄曇り、温度、気象 5.5、終焦9。昨夜はどうしたものかなかなか眠れず夜中も何度も目が覚めて全く困った。だから朝起きるときとても眠くて辛かった。倫理の講義が休講となり、数学の午後の講義は先生の情によって休講になったかつ割合に楽であったが、教室の中に1時間も座っていることは全く辛い。卓球練習を2時間ほどやったが長らくしないのでなんだか見当が曇っているような気がする。9月括弧火15日、天気、晴れ、温度、気象 5.50、終焦10。ドイツ語が午前中4時間もあったので全く辛かった。それに読文法の1学期成績を発表せられたが、自分の4割の得点がなかったから全くびっくりしてしまった。我ながらびっくりしてしまった。こんなことではダメだから今後はもっと勉強しなくてはならない。毎日できれば復習を続けたい。がしかしいつまで続くか?である。放課後卓球を少しやってきた。これも運動だからできるだけやりたい。9月括弧金18日、天気、晴れ薄曇り、温度、気象 5.40、終焦 10.30。今朝今学期初めて 6.55 分発の汽車に乗った。汽車はとてもよく空いているからいいが、一寸ばかり早く行ったとて学校では何のことはないから朝眠いだけであって損である。今日今までなく卓球の通りが悪くて少しも練習する気がなくほんの2、3度ほど打っただけである。夜クリームと雑誌を買った。独作はとても気が向かないのでやる気がしないから。一学期の成績を巻き返したいと言っていましたが、早速やる気を失っているようです。予想通りすぎる。9月括弧日20日、天気、雨、温度、気象6、終焦10。今日は朝から雨が降っていて今日の予定は不意になってしまった。一日中家で寝転んで本を見たり眠ったりで過ごしてしまった。明日もどうやら雨降りらしい、全く嫌になってしまう。ドイツの勉強をもっとするつもりであったがどうも気が進まないのでダメだ。時間の少ない時の方がいいようだ。9
9月月21日、天気、雨、温度、気象6、終章 9.30。朝から雨が降ったりやんだりで手持ちの悪い日であった。放課後卓球を2時間余りやってきたので帰ったのが5時半頃であった。いつもこのくらいが一番いいだろうと思う。家来てもどうせ何もできないのだから。電気スタンドを書くつもりだ。明日はどうやら天気はいいらしい。9月月23日、天気、晴れ、温度、気象 5.40、終章9。今日は妙らしく暑い条件気であった。夏のごときカンカン照る強い日光であった。昨夜よく眠られなかったので午睡をするつもりだったがこれもできなかった。独作も一台もやらず、一日中本当にポカンとして過ごしたようなもので、雑誌すら見なかった。明日独作が当てられたら絶対絶命である。洗濯もするつもりもできなかった。洗濯すらもできなかったのですね。もはや勉強だけでなく日常生活すらもおろそかになっているようです。9月9日24日、天気、晴れ、温度、気象 5.50、終章9。昨日の中に風邪でも引いたためか、昨夜もまたよく眠られず今朝は微熱があるような気がした。しかし体温は測ってはみない。一日中眠かっただけで大したことはなかった。しかし卓球の練習はやめて早く3時13分発の列車で帰り丸仏でブラシ一つ買ってきた。靴を修繕せねばと思っていて延々になっていたが今日やっと学校で直した。上海の水平射殺事件で第二の上海事変となってきた。9月金25日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今日も相変わらず眠いので全く困ってしまう。それに近頃少し字が悪くなったのではないかと思われるようになった。今後寒くなると余計に厄介になってくるだろうと心配である。なんとか両方はないもので洗うか。学校の腰掛けは板であるから困る。ドイツ語には全く困ってしまう。なんとかして追いつかねばならぬ。9月月28日、天気、晴れ曇り、温度、気象6、終章 10.30。南方洋上に台風が近づきつつあるので雨降りだと思ったら台風は小さくなりつつあってあまり移動せず。今日は霧は深かったが天気は良かった。毎朝眠いのには困った。午後1時から1学年の健康診断があった。しかし自分などは異常なく初めの方であったので早く終わって卓球をやってきた。6時前帰宅。9月29日、天気、晴れ、温度、気象6、終章9。近頃毎日眠くてと手が欠落も叶わない。昨夜も洗濯で10時頃まで起きていて眠くなってから寝たのであるが十分眠れなかった。朝起きる時からして全く辛い。だから今夜は早く寝てみようと思う。ドイツの復讐せねばならないのがあるが、しかし仕方がない。近頃は家ではほとんど勉強をしない。これではダメだ。眠い眠い言ってるけど毎日がっつり8時間くらい寝てるのな。9月かっこ水30日、発進、ホーム。天気、晴れ薄曇り、温度、気象6、終章 10.30。今日はドイツ語がないので授業は幾分楽であると思っていたところへ生物が2時間休校となったので、授業は科学2時間引き続きあっただけと言っていいくらいだ。他の2時間は教練であったから、放課後も休校の時間も卓球の練習をした、4時過ぎまで、独作14台する予定であったが10台だけしかできなかった、難しくてなかなか。あと3ヶ月で逆転なるか。10月かっこ金2日、天気、雨曇り、温度、気象 6.35、終章 9.20。朝から雨降りであったが台風も来ずに無事1日を過ごした。しかし今夜から明朝あるいは昼頃までに台風が内地に上陸しそうであるとのこと。ラジオで暴風警報なんかの特報があるとのことである。夕方少し雨が止んでいたが今また降り始めてきた。嵐の前の静けさなんてなんだか気味の悪いような降り方をしている。今夜予定のドイツ語をせずに終わった。近頃卓球はとても当たりが悪く全く嫌になってしまった。10月かっこど3日、天気、雨のち曇り、温度、気象 6.40、終章10。今朝家を出るときは雨はあまり降っていなかったが、高槻駅に着いたときは猛烈な風で学校まで行くのに傘もさせずズボンはずぶ濡れとなってしまった。上衣はレインコートのために濡れずに済んだ。3時頃まで学校にいた。夜、丸仏へ行ってこようかと思っていたが行かずに終わってしまった。家から授業料は払ったからこちらでは払う必要がないと言ってきた。10月かっこ日4日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。今朝はとても眠かったので午前中に2時間ほど寝たがあまり眠れなかった。午後は裏の方で遊んでいて、一日中ほとんど勉強なんかせずだった。ただ数学の問題をやってドイツ文法、および読本は少しもやらなかった。夜丸仏に行って少し買い物をしてきた。菓子を買ってこようかと思ったが余分なものを買ってくると癖になるかと思ってやめた。一人の人間の歴史だね。10月かっこか6日、天気、薄曇り、温度、気象6、終章 10.30。朝から薄ぼんやりした天気で日は照らなかったが割合に暖かい日であった。午後の授業が終わって、昼夜野外演習、出発の用意をした、朝米を持って出ることを忘れたので買った。学校ですぐ状況下に移り直ちに飯盒炊飯に移り校庭で夕食を済まして野外演習に出発した。自分等17人は野営地に直ちに行って天幕を張った。その他の露営用意を終わって他の者の車でのんきに休んでいたから楽であった。10月かっこ木8日、天気、晴れ、温度、気象6、終章10。昨日の演習で風は悪くもならなかったが一寸も良くもなっていなかった。
今日なんかは今までにない涼しい日であった。夜等は寒いくらいである。先週1週間生物の時間がなかったので今日の講義は超スピードであったので全く困った。演習の疲れのためか一寸も筆記ができんのだ。風にも困ってしまふ。今日の講義は超スピードであったので、今日なんて使ってたのか。10月括弧金9日、天気、晴れ、温度、気象6、収賞 10.30。今日も相変わらず風邪が治らないので学校の帰りにアスピリンを買ってきた。これで2、3日の中に直すつもりだ。バイエル、20、1円55残。放課後卓球を少しやってきた。しかし今頃になっても一寸も上手に打てないので全く嫌になった。しかしもう少しと伸ばしていく中に一寸は良くなるだろうと思って続けているのである。夜近頃初めて毒薬予習を2時間半余りやった。バイエル、製薬会社のことでもあるがここでは風邪薬のことだろう。10月括弧日11日、天気、曇りのち晴れ、温度、気象 6.50、収賞10。今朝も風邪は相変わらずである。対して熱があるのでもなくただ鼻が詰まり時々日に5、6度の咳があるだけである。今日1日かかって英語の予習をしようとしたがほとんど1日中寝てばかりいて結局何もできなかった。夜これから2ページ余りをしようと思うが多分できないだろう。寝床の中ではいつやってもできたことはない。10月括弧月12日、天気、雨、温度、気象6、収賞10。今日はまたもや雨降りであった。最後の数学が12時半前に終わったので食事を済ましてから直ちに京都へ帰った。卓球練習も何もせずにこんなに早く京都へ帰ったことはほとんどない。今日ちょうど教皇の映画未証券を得たものだから昼の部、公衆、幽霊西へ行くの2つを見てきた。いずれもいいのであった。夜の部も別なものであるから見たいと思ったけれど時間が惜しいのでやめにした。幽霊西へ行くは1935年公開の映画で現在でも DVD などで視聴可能なようです。10月括弧金16日、天気、晴れ曇り、温度、気象 6.30、収賞10。朝の数学が休校になったので1時間ほど卓球して遊んだが、近頃少しも当たらないのにバットが新しいので点で打てないので全く腐ってしまふ。生物の講義にも困る、簡単なことをいろいろの方面からくどくど言われるのでかへってわからない。講義の筆記がやっとできるかできないくらいの速さだ、だから読めるような字は書けていない。明日と明後日と3日続けて休日、少しゆっくりできる。夜洗濯をした。10月括弧と17日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、収賞10。今朝割に早く起きたが食後約1時間余りの午睡をした。午後は教皇映画見物に出かけて晩6時少し前に帰ってきたので1日中何もしなかった。休みとなって1日中暇があると思うと一寸も何事にも手がつかない。読文法でもやればいいのに。10月括弧日18日、天気、曇り、温度、気象 6.40、収賞10。今日も一日中家の中にいるのは辛いからと思ってて、朝10時頃に家を出て稲荷行き心東山丸田町へ行って本屋を見てきたが、どうも重く本がなかったから京極市場通りを歩いて大丸へ寄り貸しを買って3時頃家へ帰ってきた。何のことなし、足が疲れただけで何も面白いことはなかった。少し運動になっただけくらいのものだらう。あ、眠い。10月括弧末21日、天気、晴れ時々曇り、温度、気象 6.10、収賞 9.30。今日から都にドイツ語文法の勉強をするつもりであったがいつもと一向に変わりはない。放課後卓球をやってくるので時間も大して余分にない。今日などは特に眠くて困った。帰りの汽車の中で眠ってしまうほどであった。今日はドイツ語の予習をせねばならぬのであるがとても眠くて叶わないからやめて寝ることにする。おととい失敗したばかりであるけれど。昨夜もう30分余計にやればこんなことはなかったのに。ある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 。ダメすぎはロタ。10月括弧度24日、天気、晴れ、温度、気象 6.20、収賞10。今日は4時間とも語学ばかりであった。それもいずれもがっちり時間いっぱいだったのでうんざりした。放課後卓球練習をと思ったが、尾形が行くと言ったので京都松竹座へ行ってきた。晩5時半頃に終わったので6時少し過ぎに帰ってきた。明日の廃止同盟のハイキングに行かうかどうしようかと思っている。試験さえなければ行くのだがドイツがあるから勉強するしないは別として気が引ける。10月括弧日25日、天気、晴れ、温度、気象 6.40、収賞10。今日の日曜日はハイキングにと思っていたが、どうも風邪をひいたらしいのでやめて午前眠らうと思ったが眠られなかった。午後ドイツ語括弧レイゼブークを少し予習した。また文法の方の試験勉強を方の用意をした。英語法は少しも予習ができなかった。もっとも休日はいつも何もできないのだから。一日中家にばかりいてほとんど一歩も屋敷が家でなかった。家への手紙も忘れてしまった。ほんとよく風邪ひくな。10月括弧下27日、天気、晴れ一時曇り、温度、気象 6.20、収賞10。今日午前中4時間ドイツ括弧屋のばかりの授業で全くうんざりしてしまった。4時間の中一度きっと当たると思ったので昨夜始めと終わりと1ページ半ほど当て予習していったら、ちょうど真ん中の予習のしてないところが当たって面食らった。
しかしどうにかして結論だけはつけて無事であった。また明後日の英語がきっと当たる時期になっているから予習せねばならん。もう一週間半ほどで読文法の試験があるのでこれもせねばならず、近頃は何もかも終われ詰めである。10月括弧目29日、天気、曇りのち小雨、温度、気象 6.30、終章10。今日は学校へ行かうかどうしようかと朝迷っていたが、30分ほど寝過ぎていたのでやめてしまって午前中は家で休んでいた。午後天気が少し悪くなってきたが急に重しついて京極の方へ行ってきた。夜7時頃電報が来たので驚いてみる。なんと家からティーコが死んだとあったのでびっくりした。それほど悪いとも思っていなかったのに。明日午前中に出発する。ティーコとは日記の書き手の妹のことです。10月括弧近30日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章11。今朝遅くなって慌てて投稿して、時間終了後生徒課に行って割引消化符を願ったがないと行くことで前の日付を貸せてもらってきた。それが午後でなければダメだったので、不本意ながら岐阜へ夕方着き、しかも自動車に2回乗り遅れてしまったので一晩岐阜に宿っていくことにした。急いで帰っても仕様があるまい、だが、早く帰りたい。10月括弧と31日、天気、晴れ、温度、気象7、終章11。8時30分発の自動車でやっと10時前に家に着くことができた。一度死に顔を見たが普通とちっとも変わっていなかった。ただ少し青白いようで、妙に吸い付く冷たい肌であった。2時頃から式で4時少し過ぎに終わった。名古屋から兄さん、田原からおばさんと雷さんと K からおじさんと他に岐阜から2人と兄様たちが来られた。11月括弧日1日、天気、曇りのち雨、温度、気象7、終章11。今日昨夜少し雨が降ったのに引き続いてなんだか怪しい天気であった。今日の中に5日祭りをやってしまうと F ので少し買い物があったので M 町まで買い物に出かけてきた。行きも帰りも自動車にうまく乗れなくてだいぶ待ったので1時間よ予定より遅くなった。夜は5日祭でだいぶお忙しであった。11月括弧月2日、天気、晴れ、温度、気象7、終章11。今日は一寸暇になったので、昨日買ってきておいたフィルムで写真を撮って、日中に蔵の中で長持ちに入って現像をして屋外で乾かして夜印が焼き付けをしたが、8枚の中に3枚は見られるのがあったが長らく持たかなかったのだから大部分は失敗であった。もっとも印画紙が古くて悪いのであったし、枚数がなかったものだから確実なところはわからない。夜荒野へ行ってティーコのことで3、40分話してきた、遅く。妹が死んだのに日記は淡々としてるんだな。俺ならあれこれ書いてしまいそうだが。11月括弧か3日、天気、晴れ、温度、気象7、終章10。今日2番の上りで出発するつもりでつい遅くなって3番の11時7分発のでやっと間に合った。まつうに京都へ来て6時頃になった。手荷物の都合で汽車ばかりで太田回りで来たものだから時間も余計にかかった。この5、6日読文法の勉強ができなかったから今後の7日の試験にはだいぶ困る。もうあと3日間しかないのに50ページもやれねばならぬ。けれど、これも妹のためだ。致し方あるまい。勉強ができなかった理由を妹のせいにしている節がありますが、それがなかったとしてもおそらく彼は勉強していなかったでしょう。11月括弧水4日、天気、晴れのち雨、温度、気象 6.20、終章10。今日朝の中は上天気であったが午後2時頃から雨が降り始めてだいぶよく降った。傘を持っていかなかったがレインコートを着ていったので服はあまり濡れずに帰ることができた。生物が実習だったので B 組だけは休みだったので2時間と放課後少し卓球をやった。読文法をもっとやらねばならぬ。しかし今夜は手荷物のことばかり構っていて何もできない。だいぶ寝れてきているので困る。11月括弧目5日、天気、曇りのち晴れ、温度、気象 6.50、終章10。今朝はなんだか降りサウナ天気でだったのに昨日とは反対に天気は良くなってしまった。朝暗いものだからどうも寝すぎがちであるから毎朝急いで出かけてばかりである。やはり朝は眠い。夜早く寝るつもりでいても時期に時間は経過してしまう。一寸文法でも見ていると10時に近くなってしまい。まだ文法が一通り終わっていないのに試験はもう明後日に迫っている。うっかりしてはいられない。しかし、今日も放課後卓球をやった。余裕ないのに卓球やりすぎだろ。11月括弧金6日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章12。今日は生物の実習の続きであったのでみんな出席を取った後1時間ぐらいでみんな帰ってしまった。A 組の方は休みだったから午後のドイツの時間は非常に出席者が少なかった。ドイツ文法が少しも勉強してないので放課後の卓球はやめて帰った。しかし家に来てからは一向にできなかった。今ちょうど10時だからこれから1、2時間やれば一寸はできるだろうと思うが、とてもできないだろう。11月括弧度7日、天気、温度、気象 6.50、終章10。今朝はいつもより早く起きるつもりでいたが、昨夜12時頃まで起きて勉強していたので6時頃に起きたつもりのが7時近くであった。だからいつもより一汽車遅くなった。しかも汽車が山崎の少しこちらで1時何か事故のために停車したので、遅くなりはしないかとびっくりしたがすぐ発車した。ドイツの試験は1学期のよりも良くはない、かへって悪いくらいである。後からかへたのが間違っていた。
夏休み水泳ばかりしてて、2学期は卓球ばかりしてたから。11月かっこ月9日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、収小10。今日の天気予報は一時は雨が降るようなことが出ていたが一向に降りもせず割に寒くない日であった。最後の物理を午前と引き続きにやって早く終わってしまったので、3時頃まで卓球をやっていたが一向に当たらず全く腐ってしまった。早く帰ってドイツをやるつもりのがつい遊んでしまって夜2時間ほどかかってやっと半ページほどできただけである。明日4時間もの中半ページとは実に情けない。仕方がない。11月かっこか10日、天気、雨、温度、気象 6.30、収小10。今日は朝から雨降りで一日中よく降った、全く嫌な一日であった。ドイツ4時間はいつになっても嫌だ。来週の火曜日に矢野先生の方の書き取りがあるとのことである。いつもいつもも嫌になってしまう。放課後卓球をやったが一向に当たらなくてもっと嫌だ。会費不払い2円溜まっているのでもっともだが、どっちみち収めねばなるまい。夜裏で即成バットでピンポンを2時間ほど下ろしたがどうも面白くない。T を許せ、この愚鈍な兄を。妹亡くなって少しうつ気味だな。11月かっこ末11日、天気、曇りのち晴れ、温度、気象 6.30、収小10。朝の中心配していた天気が良くなったので、4年の実弾射撃が執行されたので午後の教練は休みとなったので3時頃まで卓球をしていた。早く帰って小畜へ行くつもりだったがやめてできれば次の土曜日にする考えである。近頃勉強がとんと嫌になってしまったので机に長く向かっていれない、予習が少しもできない。こんなことではと思っていてもどうも思うようにならない。11月かっこ度14日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、収小10。朝の中とても寒かったが日中は暖かない天気であった。午後早く帰らうかどうかと思っていたが尾形が射撃に行こうと言ったので京都宮の3人が射撃場まで行った。50人で絞り切りだなどと書いてあったがたった14人の生徒が来ただけであった。在郷軍のものも合わせてそれだ。自分は総21点で情けないくらいであった。最高点が尾形で36点であった。最下点は3点。自分は0点が1つあった。0点があった?やはり何も勉強していなかったツケが回ってきていますね。11月かっこ日15日、天気、晴れ、温度、気象 6.40、収小10。昨夜洗濯をしていたので今日の天気を心配していたが、新聞の天気予報通りには行かずに一日中暖かい条件気であった。朝10時頃家を出て一日中外にいた、と言っても映画とデパートに行っただけである。5時頃に帰ってきたがだいぶ経ってばかりいたから大変疲れた。一日中学科の方は何もしなかった、何も面白はない。11月かっこ末18日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、収小 9.30。今日も一日中ぼんやりと過ぎてしまった。もう学期試験の勉強を始めねばならぬと思っていて今週から始めようと思っていたが何もできていない。また1週間伸びてしまった。今日はドイツも英語もないものだからなんだか気の入らない日であった。生物の創生学の方であるから。教練に分隊長をやらされてしかも2時間以上になって大変疲れてしまった。4月かっこ月16日、天気、曇り、温度、気象 8.10、収小。履修登録に行くつもりであったが億劫になってしまった。2ちゃんさえなければと思うが仕方がない。午後になって出かければいいと思う。おま。日記の書き手が現代にいたらきっとこういう日記を書いていたのでしょうね。11月かっこ度21日、天気、晴れ曇り、温度、気象 6.30、収小区。今日は一日中上天気で洗うと思ってレインコートも着ずに学校へ行ったら、時期に曇ってきて一日中寒い日続きであった。しかし雨の降らざること幸であった。放課後約3時間卓球をやってきた。明日明後日と2日の休みがあるのでゆっくりでしてかっこ5時来た。来週からは朝がゆっくりできるのでと思うが何にもならぬ。あまり眠いので英語の勉強を中止して早く寝た。11月かっこ月23日、天気、薄曇り、温度、気象 6.40、収小10。午前中に昨日のドイツの残りをやっておいて、午後は三条のスケート場に行ってニュース映画とスケート見学に行ってきた。10セントは割合に安い。スケートを始めてみたがいかにも面白さうであって誰にもすぐできさうであるが一寸難しいさうだ。1時過ぎから5時頃までそこにいた。寺町通りの洋服屋を見てきたがどうも思ってたような店は見つからない。適当な寝頃色合いは見つからない。今日はやめにしてきた。今月中にはどうしても買わねばならぬと思う。2日間の予定はなかなかできない。11月かっこか24日、天気、晴れ曇り、温度、気象 6.50、収小10。今朝から始まりが遅なったのだが一寸も効力はなし。そんなに遅くまで寝ていることもできず、結局同じようなものだ。藤崎のドイツが A 組より少し遅れていたので、正午より30分余計に引き続きに時間もやられたので腹のすくので全く参った。こんなに超過したのは初めてである。放課後5時少し前から卓球部宴会があって夕食を食べながら話があったので帰ってきたのが8時過ぎであった。部費と会費で2円5週残一度に払ったのだから全く痛い。明日から朝卓球をやらうかと思う。11月かっこ金27日、天気、曇り時々晴れ、温度、気象 6.30、受賞区。今日は久しぶりで雨が降った。しかしそののためか割合に暖かい日であった。
今日も朝やっと20分の汽車に乗って行って約40余分卓球練習をやった。放課後も少しやったが風邪をひいているがためか頭が少々痛いような気がしたので早く帰った。だから今夜は早く寝るつもりである。アスハ毒影だが仕方がないから何もせずだ。風邪は早く治さねばならぬのだ。11月括弧度28日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、収小10。今日の授業は午前中であったが午後3時過ぎまで卓球練習をやって帰りに気がつてみると、今学期の試験日割が発表されている。もうこれからはうかりしていられない、本当だ。もう放課後は卓球練習もやめにして少し勉強せねばならない。今までに一寸も復習がしてないからこれから一通りだけするのでも容易なことでない。早くからせねばと思っていたがなかなか手がつかなかったがこれからはどうにかせねばならぬ。この日の日記はこれまでと違って本気さが伺えますね。彼は変わることができるのでしょうか？11月括弧日29日、天気、晴れ、温度、気象 6.40、終章。朝は普通に起きたが寝床にそのままにしていて、食後また寝床に入ってドイツを読んだら眠ったりしてほとんど一日中そんなことばかりしていた。しかし予定のレイゼブークの方はやっと半分ほどできただけである。それも夜11時過ぎまでかかってである。もっとも日中はほとんど眠ってばかりいたからでもあるが。焦っといて翌日のデータらくっぷり笑った。11月括弧月30日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章11。昨日の中にある予定のドイツをやっと今夜10時過ぎまでかかって一通り読むだけできた。とても二度なんてそんな事実がなくなっている。明日からは別のことをせんければならぬ。来週の月曜にはもう倫理の試験がある。もっともこれはもう問題はほとんど決まっているから大したこともないと思うが、今日話された天皇機関説についてというのがさっと出るはずである。明日のドイツの予習がちっともできていない。学校へ行ったらなんとかなるかしらん。12月括弧下1日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章 10.30。今日中にドイツを簡単にやってしまって数学を始めるつもりであったが、夜やればできたのだが洗濯等をしている中に遅くなってしまったので寝ることにしてしまった。明日1日で数学を一通り見てしまうつもりであるができるかどうかわからない。夜10時か11時までかかってできなければ明後日に伸ばすができるだけはやりたいと思う。しかし数学は問題の計算等がだいぶあるからできないかもわからない。生物等はいくら早くやっても2日や3日ではできそうにないから困ってしまう。12月括弧金4日、天気、晴れ、温度、気象 6.50、終章11。今日は1日中あまり勉強をしなかった。日中はつい忘れていたという不要な風で何もせずに休み時間をブラブラ過ごし、夜は食後2時間あまりも家で、五目並べをやっていて予定の物理を半分ほどしか読むことができなかった。これでまた予定が1日伸びたことになった。今度の日曜は翌日の倫理のために予定の生物はとても全部読むなんてできないだろうと思われる。今日中に物理ができなかったことは残念だ。12月括弧火曜日、天気、晴れ、温度、気象 6.40、終章。毒作が当たったが一寸も見てなかった。いや作っても写してもなかったので誤ってしまった。明日は全部休校となり今日最後の物理が早く終わったので卓球を約1時間ほどやってきた。その上少し気が緩んだためか予定の英語はほとんど手もつけずに4時頃帰宅してからブラブラと遊んでしまった。尾形くんから尺八を借りてきたのでそれを吹いてばかりいたのだ。しかし一寸もならない。尺八吹いてる場合かよ。12月括弧水9日、天気、晴れ、温度、気象7、終章11。今日中に英語をできるなり半分以上はやらうと思っていたが、朝から一寸もやる気がせずほとんど2ページほどやっただけで何も他のものもやらずに遊んでしまった。夜も下で話をしていただけで11時頃になってしまって何もできず、結局今日と昨日の2日は全く遊んでしまったようなものである。尺八を少しスースーやってみたがダメだ。12月括弧木10日、天気、晴れ、温度、気象 6.50、終章 10.30。英語は一寸も進まないので今日は科学と生物創生学の方を少しやった。科学の方は大体全部読んでしまった。英語はしようがないから、前日に回して明日は明後日のドイツの方をもう一通りできるだけやらうと思う。今度はどうしてもいい点を取らねばならない。ドイツは一番用心しなくてはならない。二日も尺八吹いてたのに何が、用心しなくてはならない括弧切りった。12月括弧金11日、天気、晴れ時々薄曇り、温度、気象7、終章10。今日も午前中はほとんどうやむやに終わってしまった。午後にドイツをやり始めて夜までかかって約3分の2ほどはできたが、残りは明朝特別方法によってやってしまうつもりである。だから朝早く起きられたら起きるつもりで少し早く眠るつもりだが結局は大して早くもないようになっている。朝学校へ行ってからになるだろう。12月括弧日13日、天気、晴れ、温度、気象7、終章9。今日は一日中文法の本を見たりぶらりと裏の方へ行ったりしていた。半分遊んで半分はただ本を読んだりノートを見たりしていただけだから明日の試験がなんだか心細いような気がする。なんとしても半分ほどは取っておかないと心配だ。明後日には数学、これも明日一日で一通り見なければならぬがこれはどうにかできるつもりだ。生物だ、これが一番手がつかん。12月括弧月14日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章11。
今日はドイツの試験は山が分かっていたが例を挙げねばならなかったものだから出来はあまり良くなかった。読作もいい加減に書いておいてきたがいつも同じような出来である。明日の数学がいかんなものか一寸心配だ。いつの時代もダメなやつはダメなんだな。12月かっこか15日、天気、晴れ、温度、気象 6.30、終章11。今日の数学は思わぬ面倒な問題が出たので一寸手のつけ始めがわからず。時間が足らぬようになり急いで書くものだからますますわからなくなって簡単に済ましてきたので。大体全部は書いたがさてできているかわからない。午後は裏の松森くんと一緒にスケート場のニュース映画を見てデパートを一回り見て夜に9時前に帰ってきた。初めてすき焼き屋へ行ってきた。12月かっこ目17日、天気、晴れ、温度、気象 6.50、終章10。昨夜11時までを生物のノートを読んだ甲斐もなく、今日の生物の試験は全く思わぬ問題ばかり出て全く困ってしまった。3つの問題の中で1つは全然間違った検討値が比のことを書いてしまったので、今度の成績はきっと前学期よりも悪いかもしれない。大体範囲が倍以上もあったので一通りやるのにことだった。結局今日頭が痛くなっただけで成績は悪いし何にもならなかった。12月かっこ月21日、天気、曇り、温度、気象 6.30、終章11。今日の試験英語は今日の天気と同様に全く曇ってしまった。それに生物の成績の発表があったがそれがわずかに53点である、全く情けなくなってしまう。実際今日の英語は何も書けなかった。午後4時から部員に用があると if ので言ったら何もないと、馬鹿にしている。森永、辰巳、敷地に同行を強いられて4人組でちょうどの麻雀荘へ行った。何もわからなかった。12月かっこか22日、天気、曇り小雨、温度、気象10、終章11。今日は今までの疲れを休めるために昼近くまで寝ていたが一向に眠られはしなかった。午後学校へ行って卓球をしてきた。森永と武田の陽君はやはり来ていた。しかし風の気だったので早く帰ってきた。夜スケート場のニュースを見に行って帰りに京極を一回りしてきたので少し遅くなった。本当に卓球ばっかやってんな。12月かっこ目24日、天気、曇り、温度、気象7、終章12。朝の中天気が変で降ってきそうであったので、今日帰らうかどうしようと迷っていたが昼頃にやっと出てきた。ちょうど12時発の列車で岐阜まで来てこのところで一晩宿ることにした。汽車の停止中で雨がだいぶ降ったので、しまったと思ったが岐阜まで来たら上天気であった。夜初めて喜劇へ行ってきた。12月かっこ金25日、天気、晴れ曇り、温度、気象 7.30、終章10。夜遅かったので朝つい遅くなってしまった。午前中家にブラブラしていて午後餅つきがあったので、餅を少し食べて2時頃に出て4時頃にやっと家へ来た。昨日の封筒を買った服かっこ5時引き券で封筒10枚が当たった。馬鹿らしくなってしまう。家へ帰っても予定の仕事や、年賀状を書かねばならず、何を始めたらいいかわからない。12月かっこ度26日、天気、晴れ、温度、気象7、終章9。午前中は家にブラブラしていたが午後は餅つきのために少し忙しかった。子守を少しした後に年賀状を重し切って毛筆で少し書いた。しかしどのくらい書いたらいいか見当がつかない。あまり数多くなっても困るからいい加減のところで止めておかなくてはならない。先生にどのくらい書いておいたらいいか見当がつかない。しかし出しておいた方がいいと思う。まだ年賀状書く相手がいるだけ俺たちよりマシだな。でも4枚しか来てねえぞ。この人。最初の方見てきた。ほんとだ。12月かっこ日27日、天気、晴れのち曇り、温度、気象8、終章9。今日は一日中家でブラブラしていて雑誌を見たり一寸文へ出てみたりしている中に終わってしまった。昨日の書きかけの年賀状を書くのを忘れていたわけではないが書かずに終わってしまった。明日の中にどうか書いてしまいたい。早く書かないと遅くなってしまう。明日明後日の中に出さないと特別扱いに間に合わなくなってしまう。12月かっこ月28日、天気、晴れ、温度、気象8、終章10。今日中には年賀状を書いてしまわないと間に合わないと思われたので昼頃からやっと始めて晩6時頃までかかってやっと書き上げた。全部で31枚である。まだ書けばキリがないようなものだからやめにした。もらったらそれから出すつもりだ。多分ないだろうと思う。12月かっこ水30日、天気、晴れ、温度、気象 7.30、終章10。今朝は少し早く起きることはできたが結局何もせずにこたつの中でうずうずしていただけで同じことである。午後は湖外をブラブラして走るかっこ歩くの5時期。神社にも行き荒野へも行って少し話をしてこれもブラブラで終わってしまった。本年の支出かっこ自分だけについて精算してみたがだいぶ大きいようだ。日割りで2円50銭ほどはついている。年870-80円ほど。12月かっこ目31日。天気、曇り、温度、気象8、終章10。今日こそはと思っていてもなかなか早く起きられない。いつもよりか減って遅くなった。奥の方の掃除をしてお飾りの用意なんかを少し手伝った。暮れは毎年のことながら早く用意をしてしまうつもりでいたがやっぱり遅くなる。風呂へも5時頃でなくては入る時がなかった。夜は早く寝ることにした。お、わ、り、おつ。それじゃ詳細を聞こうか。長いことおつ。おつ、大晦日も淡々と終わるんだな。本当にお疲れ様でした。しかしそれはまだ終わりではありません。
イッチがこの日記をすれ立てするに至った経緯を説明します。さて、終わったのでこの日記についての馴れ初めを話そうかと思います。そもそもなぜ僕がこの日記を解読しようと思ったのか、それをお話しします。実はこれ、とある廃墟の中から見つけたものなんです。その廃墟は木造2階建ての住宅で、台風が来たら今にも崩れそうな家だったそうです。僕はもともと廃墟好きの端くれで、そんな場所を好んで回る構図家でした。この日記をその場で読んだ時、なんというかガーンって頭を殴られた感じがしました。80年前、確かに生きていた人の人生の歴史がこんな場所で塵に帰ろうとしてるという事実に涙が出た。廃墟のものを持ち去るのは当然タブーですが、その時の一致はなんとかその日記に日の目を見させてやりたいと思っていました。この家の歴史を、どうして廃墟になってしまったのか、この日記を書いた人は今も生きているのか、そしてもし遺族の方が存命ならなんとかしてこの日記を譲ってもらおうとその場で思い立ちました。よかった、無断で持ち出したとかいう話じゃなさそうだ。そうして意気揚々と廃墟から引き上げた僕ですが、玄関から出てすぐ、兄ちゃん来たうちで何やってんの？近隣住民に見つかった。その人は短く白髪頭を刈り込んだおじいさんでした。メガネで、結構立派なヒゲを生やした感じで、聞かない人って感じはしませんでした。ああ、こりゃ通報されて俺御用だってその場で観念しましたが、ところでなんでこんな場所に入っちゃったって聞かれて、さっきの決心をおじいさんに喋りました。ドン引かれてもいいやって吹っ切れて、そうしたらそのおじいさんがやたら感動してくれたんだ。その上、なんじゃお前そんなやったんか、なら持ってけ持ってけ、ここで苔の下で腐るよりずっとマシや、とか言う出す始末だった。さすがに近隣住民でもそこまで人の所有物に言う権利はないので、その日はそれで終わった。1週間後にその廃墟に再び行ってみると、あの時のおじいさんと再会します。いいから持ってれって言うとるんや。この家から最後に人が出入りしてもう20年気候経っとる。今さら女の腐ったように誰も文句言わんわ。いいから。そこまで言われたらさすがに根負けして、俺もじゃあいいかなと思い切ってもらい受けました。勉強頑張ってや、なんかわかったら教えてくんせいな、学生さんって言いながら見送ってくれた。俺そんな高尚な人物じゃないよおじいさん。それから家に帰ってからは日記のクリーニング作業などに追われます。たまたま知り合いに学芸員をやってらっしゃる人がいて、その人に教えてもらった方法で清掃乾燥させた。やっと読める状態になってからちょこちょこ読み進めては遺族の連絡先を探る。そんなことで2ヶ月費やした。すごいなお前、いや普通に感動したわ。その後も乗っていた名字やら現地のおばあちゃんおじいちゃんと話をして、数ヶ月後遺族を探し出すことができた。いくら土地の人が許可していても、やっぱり正当な持ち主の認可がなくては意味がない。僕は余計して電話をかけたが、相手の取り合い方は集落の人とは違って冷淡だった。確かに私はあの場所の記憶もありますが、こちらはもうそっちに戻ることはないと思います。どうとでもしてください。正直言って悲しかったし悔しかった。でもそれが大方の人の反応なんだろうと思って構わないことにした。とにもかくにも、もう日記は、どうとでもしてくれということだし、俺は俺のやることをしよう。そう思って、日記の中に出てきた民族行事とか、店の名前を聞くために、聞き取りの幅を広げていった。遺族見つかったんだな。やっぱりご本人はもう亡くなってるのかな？亡くなってたよ。でも80歳ほどまで生きていらっしゃった。お墓にも行ってきたよ。一番新しい母姫だった。その後も一致は現地に数回は訪れたそうです。行くたび行くたびおばあさんおじいさんに、病気去った、わしらは何も知らへんけんと、話すだけやったらただやははは。とか歓迎されて、本当に嬉しかった。俺のやってることは無駄じゃないって言ってくれてるような気がした。でも、あの日以来あの白髪でメガネのおじいさんの姿は見なくなっていた。俺は不思議になって、こんなおじいさんを知らないか？とお年寄りに言い回した。けどみんな口を揃えて、君はそんな人見たことないな。って言うんだよ。その場で思い当たったのは、村八分とかそういう類の外部の人には言えない地類の人だっていうこと。でもその口ぶりから本当に知らないと感じた。じゃああの人は一体誰なんだ？まさかの展開。漂うオカルト集。聞き込みをしていると、隣の集落に普段話していた方たちより長生きしているおじいさんがいることを知り、紹介してもらえることになりました。おじいさんは林業をやっておられる方で、とてもそれで93だとは思えなかった。歩き方はシャンカシャンカしてるし、お茶飲んでくんさいって持ってきてくださったお盆もカタカタ震えてない。喋り方もハキハキしてるし、僕が質問するたびに、へえ、そうや、やあ、とか、おう懐かしいな、あんときゃ、とか言っておられた。それである程度話も盛り上がったところで、思い切ってその白髪のおじいさんのことを聞いてみた。そしたら、ん、今そんな人が生きてるん方は覚えがないけどのう、昔はおったで、とか言って、母さん、持ってこう。おじいさんがそう言うと、奥からおばあさんが本を持ってきてくれます。そして本のページをめくり、一致に写真を見せてくれました。これ、これ、学生さんが言うとるじいさんにそっくりやないか？って言って僕に見せてきた。白黒の少年少女と立派な紳士淑女たちが揃ってる記念写真の中にその人がいたんだよ。あの時会った短髪白髪のメガネのおじいさんが、小学校、卒業記念ってキャプションされた。それに確かにその人がいた。あの時のおじいさんは作業着のズボンにワイシャツみたいな感じの、
いかにもおじいさんって姿だったが、そこに映っていた姿はとても立派だった。袴？みたいな立派な和装でこっちを凛々しい目で見つめてた。おじいさんは言った。その人はあの廃屋を建てた人や、まあ簡単に言えば安永の主やな。僕は驚くも何もなくただ泣いてた。おじいさんの前でただ泣いてた。ここにいる人がこの話を創作だと思うのは当たり前だと思うけど、そうでもしなきゃ俺ここまでやってねえよ。唐突なオカルトチックな話に戸惑い薄れ民に対し、一致が日記の実物を見せると言い出します。あ、そうだ。実物見せてって言ってた人もいたし、今から実物取りに行ってくるわ。ちょうど空いてるし。すげえ、マジで読めない。状態としては綺麗に見えるな。字が読めるかどうかは別だが。80年以上前の日記か。書いた本人もまさかにちゃんにさらされるとは思わなんだ。本物かよ。これすげえ。ありえないほどの様子で。いやいや、どうせ立てても、創作オツで終わる気配がするので、このスレによって誰かが少しでも民族学や歴史学が好きになってくださったら、昔こんな人がいたんだってことを知ってもらえたら僕はとても嬉しいです。それでいいんです。最後になりますが一言。次の昭和12年の解読が終わったらまたここに来やうと思う。あー眠い、のし。マジオツ。オツ、ゆっくり休んでくれ。こんなダラダラしてても子孫残して長生きできるんだ。俺たちの未来は明るい。当時の生活を垣間見ることができる貴重なスレでしたね。一致がスレを立てることになった経緯も面白いストーリーがあって興味深いものでした。最後までご視聴ありがとうございました。